マックスマンいらっしゃい。ああ、ピストいらっしゃいね。カオリもいらっしゃい。チータン、マックスマン、1分遅刻。すいませんね。はい。ということで、バイク復活しましたので、はい。そうそう、バイク復活しまして、どんな風になったのかね、ちょっと見せますよ。はい、カビゴンいらっしゃい。くるぶしもいらっしゃいね。こんな風になりました。はい、ここにね、ドリンクホルダーつきまして、念願のね、ドリンクホルダーつきまして、はい。で、今まではここにね、ここに、携帯電話を置いてたわけだけど、それをね、見えるかな？見えねえな。これあるでしょ？これが棒なんだけど、こっちに今までつけてたんだけど、これを前にして、前にこういう風につけて、ハンドルのね、元のところにつけました。なんで、これハンドル元なんで多分揺れないと思うんですよ、前よりは。前はここね、ここにつけてたの、携帯電話を。放送用のね、それをこっちにしたので、こっちは元がハンドルなので、多分大丈夫だと思うんです。じゃあちょっとやってみますか、早速ね。まあ、やってみないと分かんないからね、これで、俺の予想通り振動がなければ、いいけど。振動がなければね、このままいけば、振動がないければ、成功なんだけど。あとはカメラの角度だな。角度調整はちょっとしてないんで、真正面。ほんと真正面なんで、どれくらいになるのか。チェイいらっしゃい。ヘッドセットをつけなくちゃいけないからさ。あ、チャッキーいらっしゃい。さあ、どうだろうな。まずは、その、携帯電話の位置だよね。こう、多分平気だと思うけどな。これか。じゃあ、ちょっと、ヘッドセットつけます。どこだ？ヘッドセット。穴どこだ？あれ？穴どこだ？あ、これか。よし。あれ？ヘッドセット入ってないの？あ、入った入った。よし。よし、行った。じゃあ。ちょうどいいんじゃね？画面どう？揺れてる？どう画面？揺れてない。おう。うん。大丈夫？じゃあ行くか。よし。はい。音も平気？快適？よかったよかった。ええかいらっしゃい。音も平気？おお。快適？いい感じ？おお。よかったよかった。よかった。よーし。クロマツだ。いいね。そうそう。真ん中ですね。
ま、もう真ん中になったんで、ちょうど携帯電話もう今までより真ん中。あ、いやーいいねー、いい感じ。よしよしよし、これで完璧だろう。もうこれ以上のこれ以上のことはできん。なんとか試行錯誤したんでね。いやーいいね、やっぱり治ると最高ですよ。あ、そういいね、見やすい。タイヤね、すごいタイヤ、タイヤがほんと良くなった。うん、はい、シーナいらっしゃい。うん、タイヤ履っかえたよ。いいね。今日、いやでもジメジメする。おお、こうなればな。こうこう止めれば。あー、もう残りいらっしゃい。おお、ちょっと。もうちょっとすると電波が入らなくなるんだよな。うん、まあ今日もでも2時間ぐらい走ったからね。あ、ただお帰り。そうそう、でもね、今日はいいね。あ、こんばんは。え、調子がいいよ。あ、こんばんは。タッカは鳴らし配信ですね。鳴らしタイヤ変えたんでね。そう、タイヤ変えたから、まあどうなるか。うん、タイヤいいね。今までよりちょっと走りやすいんだよね。あ、そう、 いいね。あ、ケツの穴からいらっしゃい。あ、そう、立ちから行きますか。うつっていらっしゃい。俺の名前2つ出てきたやろ。そう、ここ電波悪いのよ。電波悪いんだよね。なんか前より揺れてねえか。なんか前より画面揺れてね。前よりなんか
ゴト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 してるの。何これ。なんか前より。こっちか。前よりまあ今日降りないからね、まあ、もう電波入ったでしょ、持ったでしょ。なんか前よりなんか揺れてるような気はするけどな。あんまか、大丈夫でしょ。なんか前より揺れてるよね、うん、なんだ、何か緩くなってるのか、これ前より揺れがすごいような気がする。あー、なるほどな、それはあるのか。すごいよね、縦ブレがね。もう抑えればいいんだよな。これあと、これブレないでしょ。これどう、ブレなくね、これ。これブレないでしょ。そうでしょ、やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだ。こことここを重ねる、なるほどな。違う、今手で押さえただけ。手で押さえるとな、ブレないってことは、これは押さえ買うしかないな。あ、タコもいらっしゃい。押さえるとブレないってことは、まあ完全に上がブレてるってことだから、上の固定かなと。ってことは横にすれば、横にすればブレがなくなるか。縦だからブレる。おー、なるほどね。いや、ちょっと待って。いいこと考えた。そうか。大丈夫か。解決。直すか、ちょっと。なるほど。縦で返すんだろう。じゃあ、当たっていらっしゃい。どうも。いや、何度も見てるよお前。なんでお前同じコメントしか打たないの。バカじゃねえんだからさ。これは縦がいい、うん、じゃあ見なければ。こたつブロックね。はい、エンジン切って、はい、こたつブロック、はい、見なければいいだけだから。お疲れさん。そう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 、携帯電話が長いから縦揺れ解決に横にする、横に携帯電話すればその分ブレないでしょ。じゃあこれ横、要は横配信すればいいだけだ。横にする。携帯、そうそうそう、代表いらっしゃい。よし、ちょっと待ってね。一回ここで、ちょっとさ、一回さ、このアプ、ちょっとさ、一回このアプリのままさ、横画面やっていい？横画面。ただ、このアプリで横画面できないから、横画面ちょっとさ、みんな顔をさ、横に向けて、
みんな横に向けて。あれ？横に六角持ってきてね。六角持ってきてねえな。ちょ、六角持ってきてねえな。やめな。六角持ってきてねえよ、俺。六角じゃないや。あれ、スパナ。スパナ持ってきてねえや。スパナねえとできねえや。スパナ。スパナ持ってきてねえよ、俺。スパナ取りに行くよ、スパナ。どっか売ってねえの、スパナ。100均ね。100均。これ揺れるもん、すごく。100円均。あ、それできるか？貸してくれる？貸してくれる？嘘。なんか恥ずかしいな。恥ずかしいな、借りるの。スパナ。参ってな、これ揺れすぎだよな。これじゃダメだよ。直った。いや、このまま行けばあれだろう。あ、そう？ガソリンだってあれだもん、全然入ってんの。ドンキでいいのこれ。揺れるんだよな今これ。どうもどうも。これ横画面にすれば絶対解決なんだよ。もうこれは縦画面だからこれ揺れるんだよ今回。さすがにセブン100均ね。そう、いやー参ったなこれは。いや、間違えたし、しかも道間違えたし、ちっきしょ。いやー、これほら動かないでしょこれ。どう？いやー、失敗したな。これ動かないでしょこれ。動かない、道だよ。だろ？そうなんだよ。だから携帯電話の高さがあるから、そう、これ携帯電話の高さがあるからだ。携帯電話の高さ。スパナがあればな。スパナがあれば治るんだよ。横にできるんだよこれ。絶対動かないからこれ。横に、いやー、消えてらっしゃい。あ、そう、確かに100円ローソンあるだろう。スパナぐらい。そう、殴るために。
あう。スタンドだって通り過ぎちゃった。誰かスパナ持ってませんか。あ、待って、ダメだ、これ人の家に駐車場。あ、タクシー、じゃあ、あったあったあった、多分大丈夫かな、ちょっと貸してくれっかな、ちょっと聞いてみる、ちょっと待ってて、みんなちょっと待っててね。民家じゃない。民家に聞いてない。タクシーのなんかあの駐車場、専門駐車場みたいなのがあって、そこに聞いたんだよ。民家に聞くわけねえだろ、アホ。ねえか。モンキーでもいいやな。モンキーでもいいよ。モンキーでもスパラでも。コンビニ。いや、このまま向かうじゃ、立川方面に向かう。そんで探すわ。で、帰りどうせ、横にしてみ、やってみるよ。横できるはずだから、これ。はい、鈴をブロックね。いやー、マジックな。アレックスいらっしゃい。いやー、揺れるなこれ。なんででも前より揺れるようになったんだろうな。おかしいな、本当は揺れないんだけどな。ないじゃダメだよ。そうなんだよな、止まると綺麗なんだけど走ると揺れるんでしょ。これはスパナ、スパナ。これをこうどうすればいいんだ、こっち側に向けるか。そうそうそう、だからでもこれ空気パンパンだからこれだっていう風になっても、やっぱりタイヤ交換したらじゃあ揺れますって言ったらダメだからな。確かドンキあるっけ、そこ行くしかない、とりあえずある場所に。あ、そう。いやー、なんで動くんだこれ。手で押さえると全然揺れないんだよな。手で押さえると揺れない。手で押さえる、おい、あ、くるみいらっしゃい。なんで揺れるんだよこれ。手で押さえると揺れない。もう上がやっぱりこれガタ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 なるんだな。はいよ。できない。ガムテじゃ動く。ガムテじゃ動いちゃいけませんし。ちょっと我慢して、雪は。ドンキ探す。ドンキ探す。
不本意ではあるが、ドンキホーテ探す。不本意だな。どこ行って来る。いやー参ったな。どうもあれだっす。そう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 。ドンキホーテに。ドンキホーテかなんかタイヤが変わったからだよ。向かってる向かってる、立川向かってる。うわ、二段階右折か。ここ結束じゃダメって言って揺れちゃう。え、ここ二段階じゃない、なんだこれ、二車線になってんじゃねえか。いきなりふざけやがったよ。なんだよ、なんだよこれ、三車線って書いてあったのに二車線だったな。突然結束バンドじゃダメだね。上が動くから、上を本当はここに、ここら辺に針金みたい、針金カッて、うん、説明するのめんどくさくなっちゃう。これは携帯電話の、あ、よ、溶接道具があれば直せるけど、まさかのだよな、横画面にするっていう。はいよ。参ったら道間違えたし、しかも下っ腹痛いし。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、そうじらっしゃい。ちょっと今日揺れて、ちょっと揺れ直ってから、だいぶちょっと揺れ直ってから、そうそうそう、タイヤ変えたばっかなの。タイヤ変えたの。嘘、走りやすい、走りやすい。あ、東京猫ありがとう。悪じゃねえっていらっしゃい。うん、全然違う。いや、いっぱい入ってれば振動に影響するよ。接地面が、タイヤの接地面が少ない、少ないと振動するし跳ねる。YouTuber とかそうよ。メタル乾電池いらっしゃい。だからみんな空気圧抜いてるよね。YouTuber とか、バイクでやってる人、動画やってる人は。そうそう、みんなそうやってやるよね。ゲンチャリそうはいかないんだよね。そうそうそう。いやー、ちょっとあのスパナ横画面すれば治るんだこれ絶対に。しかも横画面するとあれなんだよな、あのインツキさんのアプリ使わないといけないんだな。インツキさんのアプリ
だからインチキさんのアプリで枠開き直すしかないな、これ。西がわからん。いやーすげえ揺れる。跳ねると倍揺れない？跳ねると画面が。跳ねなけりゃいいけど、跳ねるとすごいな。ブルンブルンになる。すごいよね。俺じゃ見れたもんじゃないよ。あ、治った。スピードなんか10キロしか出してねえ。そうでしょ。すごい揺れるようになったもん。これじゃあ横画面なるよ絶対これ。ちょっと直すよ。これ横画面にしないとダメだよ。またインチキやろ。インチキ大魔王のアプリ使わねえとな。あのアプリがどんぐらい揺れないかだよ。あ、揺れないじゃないや。バッテリーだよな、問題は。あれ、いや、それは関係ないの。止まるの。いつも通り。いや、タイヤが変わったから。これはもう縦画面じゃ絶対対応できない。横画面じゃないと。縦だから揺れる。あ、どうも。スパンを短くする。スパン止まってない。最近来れなかったけどって1日か2日しか経ってねえ。しかも昨日放送やってない。いやー、どこよ、スパナ屋さん。どこ、スパナ屋、スパナ屋さん探してんのよ。スパナ持ってこなかったから。スパナ、スパナ、ねえ、やだ。ドンキ。おう。横山緑いるよ。ドンキだな。歩み違いらっしゃい。これだ、揺れすぎだもん。これあれ警察2枚じゃあ平気やな。あ、春田にいらっしゃい。そう、タイヤの影響すげえ受けてる、これ。本当にタイヤが新しくてやっぱダメなんだ、これ。タイヤがやっぱ安いタイヤはダメなんだ、これ。タイヤ安いからすげえ緩い。
ソリンスタンド無料でスパナ貸してくださいはできねえだろう。ガソリンも入っちゃってるし。いやもう大体ドンキなんて分かるから、もうどこのドンキでも何がどこら辺にあるのか分かるから。いやーこれマイチングマチコ先生だねこれ。入らん。しかも携帯電話の部分直せるのかな。携帯電話の部分直すんだ。ここでマイクは大丈夫？マイク。あ、そう。あ、ちょっとおはよう。マイクは行くか。映像か。いやー入ったな。どうもドラいらっしゃい。いやーどっかにないの。はい、やっぱあれだな、スパナかなんか持ってないとダメだな。どうだろうね。あったな、揺れすぎだろう。俺も走りやすいんだけどね。ね、そう入れとかないとダメだな。モンキーと六角は入れとかないとダメだな。ロック一本と。今日の来たけど日のなんもねえな。日の工具屋さんねえな。あれタオルいらない、あのお尻拭きだから、うちは。荷物が多いからな。じゃあ今ドンキ向かってる。試運転、試運転。今日は試運転で、ちょっと揺れるからあれが欲しいのよ。モンキーいやもうあのドリンクホルダーつけた。いやタイヤ走りやすいんだけどな。映像がこんなに揺れるんじゃ、いや話にならんよ。一応日野の、あ、日野じゃない、立川の駅に行く。立川の駅のドン・キホーテ。嘘、どこら辺に行っちゃう。俺がどこら辺行けばいい。どこら辺スパナかモンキーか。じゃあタズイロ近いから、じゃあ どこら辺に行けばいい。合流しよう、合流。そうすれば治るから。じゃあプリマ行く。いやいや、プリマ行く。プリマ、あ、プリマ住所わかんねえや。プリマベーラで出るわけねえな。
ちょ、どこらへん行けばいい？どこらへん？プリマペーラで検索したって出ねえもんな。さすがに道路。道路情報な。出るかな？うなちゃんマン。うん。そうだね。検索してみるか。プリマペーラで出るかな？プリマ、プリマちょっとさ、じゃあ、プリマいればいいの？プリマ。立川駅だよ、立川駅。立川駅。もう俺立川駅着くもんだって。じゃあ、立ち入ろう。立川駅。どう？南口か。あ、了解了解。立川駅に南口がいいな。なんかすげえ振動を受けるようになったんだよな。なんだろう、振動。そうそう、これ上モノレール。あ、555いらっしゃい。ウィンズ反対側なんだよな。そう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 。と、突尾っていうのこれ。突尾橋か。タッピか。タッピ。あっ。あっ。後期いらっしゃい。みんなナイスちょうだい、ナイス。頼むよ。ナイス。ないとあれ、これ揺れが治んない。ナイス300ぐらい行くと治るんだよな、これ。大体。ナイスが300あると治るんだよ、大体。毎回。治る。本当。ありがとうございます。ちょっと待って。ちょっと待ってね。今 LINE でちょっと位置情報来たから。これか。今その場所にちょっと行く。これか。あ、800m で着くよ。あ、了解了解。あ、じゃああと4分で。いや、もう4分ですか、4分ですか。うん、すぐ。ちょっと待ってね。今、経路をちょっと探してる。位置情報の経路を探してる。遅い。Google さん遅いよ。いや、本当だよ。間違いないな。あ、待ってる。はい、お願いします。お、244まで行ったな。
ちょ、これなんだ、経路ちょっと読み込むの遅いな。なんだこれ、マップを接続できません。え、なんでマップをなんで検索できないのこれ。あ、ここか。え、ちょ待って、これ何、ふざけんじゃないわよ。あ、どうも、いらっしゃい。ちょ待ってね、今経路探してんだけど、これ Google マップがなんかクソ調子悪いな。 1.1 キロ、北東に進みます。はい、ちょっと音声いらねえよ。よし、また払いたくなってきたな。なんだ、横なんか痛えなこれ。Google さん遅かったよ。 Google なんか更新になるたびなんか重くなるような気がするよ。チェザミいらっしゃい。しっか、ラック、ラックいらっしゃい。いや、ドンキじゃないとこ行くの今。もうすぐ着くよ。もう着く。タツイロが、いやーマジかー、画面揺れすぎだろこれ。うざみ終わってよ、マジだマジ。どこだ、あそこの信号か。いやー縦画面ダメだ、絶対これダメだわ。すげえ、ああ今日も運よく近くにいたな。そうそうそう、タイヤ変えたからね、タイヤ変えたからね、変えたら。ちょっと打ちかめにするよ。すげえ揺れるなこれ画面。あれ打ちかめなんなんだ。ルビーいらっしゃい。ここでしょ多分。あれどこ、もうちょっと先、ここでしょ。これどこに置くんだよ、だってこれ。ここでいいか。え、これここで合ってんのこれ。え、まだか。これ古着です、古着。もうちょっと先か。え、めっちゃずれたぞ。え、めっちゃずれたぞ。左か、これ。左行けんの？入れんの？一方通行じゃねえ、これ。え、どうやって行くのこれ。なんだよ、道間違えちゃったよ。複雑だな。
え、どこだ。うわ、全然道がずれたよ。あ、これまっすぐでいいよ。なんだよこれ。あ、どうもどうも。ちょ、俺がちょっと道間違えて、じゃあ俺が道が間違えてる。ここか。これをこっち行って。うん、ちょっとね、道がね、俺がここかと思ったら違った。いやー、画面な、揺れすぎだよな、これ本当に。なんでこんなガタガタ揺れるんだよ。タイヤがダメだな。横画面にしないと。横画面にし直す。はい。で、あ、あれだす、醤油。これか、こっちか。ゆっくり走ろう。わかんない。これを左か。はい。あ、ここか。あ、これね。着いた、着いた。あ、ここだったらいいね。これに止めっか。よし、着いた。着いた、着いた、着いた。トイレ、トイレ。トイレ、トイレ。こいこい。トイレ、トイレ。すまん。あー、でも離れたらこいな。離れたら嫌だ、嫌だよな。パチ色じゃなかった。